皆さんこんにちは参議院議員の宇都隆が送ります永田町レポートです え今日はですね、バイデンの訪日、それから日本で行われました初めての日米合意院クワッド会合についてちょっとお話をしたいと思います。まあ、全般的にはですね、まあ、旧大かなといいますか、えー、求めるところというものをきちんと得て、えー、それぞれ終了したのではないかなと思いますけれども、それぞれポイントが一つずつあったかなと思いまして、それをちょっと皆さんにもお話ししてみたいと思います。でまず、まあ、バイデンとの会談ですね。 でこれあの要はあの台湾有事に関しては、えー、米国がコミットするんだというふうな発言を冒頭に記者からの、えー、質問に対して答えるような形でバイデンが言ったんで、えーまあ、アメリカの台湾政策が変わったんではないのかというような話も一時パッとありましたけれども、まあ、結果としてはです、ね、あのその後すぐホワイトハウスもまあ打ち消しをし、まあまあ様,まあ、様子見といいますかね あの究極、急急遽ここで大きな転換を図るというようなオープンの表明はしませんでしたけれども、まあ徐々にですけれども、アメリカも水面下では台湾に対するこれまでの対応はずいぶん変えてきているんだなっていうことが、まあ滲んだような、ああ、まあ会談になったんじゃないかなと思います。で、実際私が取っている情報なんかでもですね、これまでは一つの中国っていうのを、アメリカ側も非常にまあまあ重視してっていうか、それをまあ基本のベースにするんだという外交だったので。 例えばですけどね、第三国、まあうんまあえー、私が情報を入手したのはあの中南米の国なんですけど、例えば中南米の国に、えー、アメリカの大使館出てますよね、日本の大使館出てますよね。で、中南米は台湾承認国も多いので、台湾のまあ高官もあったりするわけなんですが、直接的にこの、えー、アメリカ大使館とお台湾の大使館がやり取りをしたり、交流をしたりするっていうのは、基本的にはやらないと。 まあそれは一つの中国に対してまあええー、疑を生じるので、えー、問題をはらむのでっていうことでやらないという方針してたみたいなんですけども最近では大使とかええー、いわゆるまあ,あのポジションのあるシンボリックなところはやらないけれども水面下でいろんなレベルにおいてはどんどん交渉をしていろいろこう意見交換をするという動きに変わってきてるみたいなんですね。だかからら明らかにやっぱり えーまあ、今回のところではっきりとした発言で台湾政策を変えるうんぬんという話はなかったですがあの実態としてはアメリカは対中国に対して非常に強い、えー、敵視的な政策戦略を取りながら台湾に対するアプローチというのも実態的にはもう変わってます。 これを年末までの政府3文書の改定に向けて日本の外交戦略上の台湾の位置づけをどういうふうに真剣に捉えていくかというのは、まあ、日本として決断を迫られる時がやってくるんじゃないかと思います。それからバイデンに関するもう一個のポイントはですねあの韓国に寄ってから日本に来てるわけですね。でバイデン大統領というのは日韓のいわゆる慰安婦合意 これに関して時のオバマ政権時代に副大統領としてさまざまに日本側韓国側にアプローチをして実際にそれを日韓の間をつなげた立て役者であるという自負が自分自身にもあるわけですね。 で今回の大統領就任以降も、えー、米韓の関係もさることながら特に日韓関係を元に修復するのにまた自分がアプローチをしたい力を使いたいという気持ちはかかななり強かったわけなんですそして今回、まあ、韓国に行ってからもそうですし、まあ、ちょうど政権交代も変わったので日本に対してやはり韓国とうまくやってくれというプレッシャーというのはこれ相当、まあ、官邸の方には来てるようなんですね。 でそのような中でバ、バイデン大統領と岸田総理大臣との、まあ、バイの会談の中で、総理の方からですね、えーまあえー、まあ、釘を刺すじゃないですけれども、えー、あなたが副大臣で私が外務大臣の時にまさにあの日韓合意をやったんだと。そしてその後の経緯というのはあなたが一番よくわかっているだろうと。で、この件に関しては、 韓国側に問題があって韓国側がこれを履行しなかったことに大きな問題があるんだからこのことは大前提として韓国にきちんと、えー、対応させなきゃいけないんだと。 ありそこに入り込んできて無理くりつなげようとするなというのは釘を刺したわけなんですけどもこれはまあ総理発案なのかあるいは、まあ、外務省あたりからこうやってあやりましょうというまああのええー、サジェッションがあったのか分かりませんけれども非常にいいポイントであのまあ岸田さんですね柔らかいトーンでまあ ハト派の表情を見せてるんですけれどもやっぱり外務大臣経験はなかったのできちんと抑えなきゃいけないところっていうのは抑えてくれてるなとちょっと今回そこのポイント安心したところもありましたそれからもう一つはクワッドの方ですね日米豪印の中で2つのやっぱりことに関してちょっと私は心配事がありましたで一つはやっぱりこの対ロシアに対してインドが非常にこの、えー、慎重派といいますかねロシアに対する非難に対して、えー、後ろ向き であ,ったりあるいは、まあえー、我々日本やアメリカとの歩調とは別の独自の対応を取ろうとしているところから、まあ、ここがありの一欠で、まあ、向こうにこのスクラムを崩される、えーまあ、要因になるんではないか。 で今回のクワッドでもその足並みが揃わないという形が、えー、如実に表に出てしまうとよくないなと思っていたんですけれどもいろいろ文言の使い方とかは丁寧に慎重にしたやに聞いてますが基本的にまあやっぱりインドもきちんとこのクワッドに対してコミットしていくんだ、えー、4カ国の連携っていうことをきちんと示せたのはまあ良かったなと。 まあこれからもう少しやっぱりインドをきちんとこっちに引っ張っていかなきゃいけないですしインドってやっぱりですね非同盟主義をずっと貫いてきた国ですのでたとえ相手がアメリカだろうが何だろうが言うことを聞くっていう国じゃないんですね。ところがこのインドが極めてリスペクトしているのが日本なんです。 だから日本がやっぱりインドに対してよく説得をしインドが、まあ、日本がそういうんだったらっていうことでやっぱりテーブルに乗っかってくるっていう形をきちんと作っていきながらインドを踏まえた上での足並みを整えていくこれをやっぱりきちんとやっていくべきなんじゃないかなと。まあ、これからの大きな 日本の外交課題ですそれとクアッドでもう一つ良かった心配していたことで悪い方向に転がらなくてよかったなと思ったのはオーストラリアの政権交代ですよね。 あの、えー、保守政権の方から、いわゆる労働党政権、あの、まあ、左派ではないんですけれども、まああ、センターリベラルな方の政権にちょっとなったもんですから、これによって、まあ、外交政策、対中政策がどう変わるのかなっていうのは非常に心配していたんですけど、今のところですけれども、えー、大きな外交戦略政策の転換は、えー、考えていない。 という話ですのでま対中に関しては非常にシビアに睨みながらやっていくのではないかなとただ中国からは必ず怪獣のための様々なアプローチがいわゆるこの今まで野党だったですね今回の与党になった労働党の方にされるでしょうかその中にも結構左派系の考えを持っている人間いますからね中国に近い議員もたくさんいますから そういうところにアプローチが来るでしょうからそういうのをよく情報を取りながらいかにそれを止めていくのかというのが重要になってくるんじゃないかなというふうに思っていますさて国会はですね、えー、いよいよ終末戦になって、えー、補正予算の審議に本日から入っています、えー、衆議院が終わったら来週の頭は参議院とでそれが終わりましたらいよいよ最後の会期末の残った法案の処理をしまして6月のおお、えー、12だっけな 回帰末がです、ね、確か、えー、だったと記憶してますけれどもそれに向けていよいよ最後の詰めが行われていきもうそれが国会が閉じればですねいよいよ6月22日の公示日に向けた参議院選挙にも突入していくということであります私も3期目の挑戦を全国きれいでやりますので今全力で頑張っているところですがまた皆様方にもそれぞれ参議院選挙もよく見ていただいてですねきちんとした、えー、政権選択 一票の効率的な生かし方っていうのを考えていただきたいなというふうに思っております本日は以上です最後までご清聴ありがとうございました